はい、皆さんこんにちは、というかおはようございます。スーパーネコパンチです。E32021 年のおかげで、めちゃくちゃ寝不足です。本日はね、最終日、任天堂ダイレクトですね。そして、バンダイナムコさんからのね発表があるってなってたんですけども、バンナムに関してはね、なんか昨日ぐらいかな、なんか最終日のスケジュールの内容が変わったみたいで、その公式ではバンダイナムコプレゼンツみたいな感じでバンダイナムコさんから発表あるって言ってたんですけども、最終的になんか、バンダイナムコから、〇〇のゲームだけ発表しますみたいな感じにタイトルが変わっててね、ちょっとこれは、みんな釣られてね、バンダイナムコのいっぱいゲームがね発表されると思ってたのに、1本だけっていうちょっと肩透かしを食らって、ちょっとねえってなりましたね。終わったの?みたいな。一本で終わっちゃうの?みたいな状態でした。で、ゲームの内容としては、ホラー系のミステリーゲームみたいな、FPS ゲームみたいな感じで、歴史に基づいたバックグラウンドがある、ちょっと怖い話をゲームにしていくみたいなことを話してましたね。まあ、普通かな、俺の感想としては。はい。ということで、今回はですね、どっちかというと、任天堂ダイレクトをメインに話していきたいと思います。で、ちなみにですね、E3 の、2021のライブの中で配信された任天堂ダイレクトと、日本向けの任天堂ダイレクトと内容がちょっと違ったりするんでね、どっちかというと、日本の方を取り上げていきたいと思います。それでは、まずはね、一番みんなが期待してた情報来ましたので、そこもね、スロモとかも入れて、じっくり見ていきたいと思います。ゼルダの伝説が、はい、まず最初にですね、ゼルダの伝説のこれなんて言うんだっけ、ゲームウォッチっていうんですか、放送の最後ら辺に出してきて、これみたいな、このゼルダじゃないみたいな感じでね、ちょっと意地悪をしてきましたね、任天堂さん。これでね、めっちゃツイッチのコメント欄が違う、これじゃねえっていうね、感じになってて、めちゃくちゃ面白かったですね。でもね、きちんと任天堂さん最後はね、盛り上げてくれましたね。もちろんね、ゲームウォッチもね、面白いと思うよ。懐かしいし。でも、みんなね、今回の任天堂ダイレクトで見たかったゼルダはこちらです。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編。来た。おお、来たー、やってくれるな、やっぱり任天堂は。おお、なんか飛んでる、髪型変わってる、服装も変わってる。すごいな、何これ。最高だわ、懐かしい。あれ、なんか乗ってるよ、ロック。腕か、これは。なんか時間止めてんのかな、炎を吹いて。おお、なんかロン毛になってる、ゼルダが。ゼルダじゃねえよ、リンクだわ。ハイラルク浮き上がったよ。うわー、来たー。もうこのための E3 と言っても過言ではない。いや、過言だな。言い過ぎだな、それは。やべー。これだけかな?これだけか。いやー、たまらん。2022年。おー、来年か。いや、めちゃくちゃ楽しみっすね。もう今年半分だからね。いかがでしたか?冒険の舞台は新たにこのドヤ顔ですよ。ハイラルの空の上にまで広がります。おお。まだお時間をいただきますが、空の上、2022年の発売を目指して開発していますので、どうぞご期待ください。おお、期待してます。はい、ということでね、僕以上に興奮した人いると思うんですけど、この腕ですね。ゼルダじゃねえよ、さっきから。リンクの右腕がなんか呪われてるのか、なんかね、黒く赤くなってますよね。で、ゼルダ姫が落ちていくと。これはどういうストーリーなのか。そして次のシーンなんですけども、ここでもですね、リンクの右腕がなんか模様みたいなのがついてるのがわかります。で、空から飛び降りてますね。なんか空も冒険するって言ってたんで、それと関係するんでしょうか。で、服装もね、結構なんかちょっとかっこよくなってない、ワイルドになってるよね。で、おなじみのね、アクションですね、グライディングしていくやつ。やっぱ空だよね。結構なんかステージ上の方に広がってる感じですね。これ新しい敵ですかね。そしておなじみのゴブリンちゃんたちですね。ゴブリン
ゴブリン3人組、そして面白いのがこれ岩ロックでしたっけ名前、の上に乗ってるんですね。共存してるんでしょうか。これは面白い。無敵じゃん。遠距離は弓で、近距離は岩ロックみたいな感じですかね。いやーマジテンション上がるわ。あ、これまた腕だね。これなんか機械ですかね。これがなんかスキルを発動する。そうだね、発動してるね、右手 で時間を巻き戻してるんですかね。飛んできた鉄球の時間を戻して、その軌道を戻していって敵にダメージ入れてるん でこのね、縦、実は縦に竜の頭がついてます。で、縦から火を吹いてるんですね。これも面白いよね。こんな縦なかったよね。あったっけ。で、ピヨーンってなんかね、下から岩の中に潜っていきましたね。で、出てきたリンクがロン毛で、イケメンっていうね。で、これね、わかるんだけど、高度すごい高いのがわかりますね。はい。いやー、これは楽しみすぎるわ。で、こちらはハイラル城ですかね。これがなんか浮いていってます。どういうストーリーなのか気になりますね。最初のシーンは地下なのに、冒険しているのは天空のねシーンもあったので、もう天空、空から地下まで、全部カバーする感じなのかな。そしたら膨大な、ダンジョンっていうかね、行ける場所が増えそうで楽しみですね。まあ2022年までまだ6ヶ月以上あると思うんで、ブレスオブザワイルドまだねやってない方ぜひやってみてください。マジで任天堂スイッチの中でも神ゲーオブザ神ゲーです。はい。で、ここからね、新作メインで、まあ、その、リマスターとか、リメイクみたいなのは後半で。で、拡張コンテンツとかは一番最後に、流していきます。こちらはメトロイドプライムドレッドですね。これメトロイドプライムのサムスっていうのは結構、海外で人気のキャラクターで、日本だとね、若い層の方は知らない人も多いかもしれませんが、横スクロールシューティングアクションゲームかなの、まあ、洗練されたものだと思ってください。で、今回は、従来のものと違って、こういう追われる的な、そういうホラー要素というか、常に追われているこういう緊張感を追加したみたいですね。このなんか、宇宙探索用のロボットがなんか、敵側に寝返ったかなんかで襲ってくるみたいです。で、めっちゃ硬い金属で作られてて、倒せないから逃げながら前に進んでいく必要があるっていう、なかなかね面白い要素が追加されてるみたいですね。まあね、横スクロールアクションって意外とスキル結構いりますからね。アクションゲームの元祖のシステムね。はい。2021年の任天堂本気の横スクロールアクション、10月8日発売予定。そしてアミーボもきちんとね発売します。サムスと EMMI 追っかけているロボットと、そしてセット、はい、商売上手。はい、次はマリオゴルフですね、の新作ですけれども、マリオゴルフスーパーラッシュ。結構ね、あのゴルフゲームってやってる分には楽しいんだけど、見てたり配信したりしてると、なんかそのタイミング合わせるね、この戦いみたいなのがわからないんで、まあ分かりづらいところがあって、で時間の流れもねちょっとスローなんですけど、このスピードゴルフモードっていうのが面白いなと思ったね。打った後に走ってって、なんかアイテムかなんか使ってもっと速く走ったりして、とにかくゴルフゲームにスピード感を入れたっていうね、これ任天堂ならではのその工夫だなって思いましたね。こんなステージもあるんだね。ゴルフゲームもね、これだけ進化できるんだなってちょっと感心しました。6月25日今月発売です。はい、次はですね、これね、あの、ツイッチのチャット欄でも、SMT って言ってたかな。そうね、SMT、SMT ってめっちゃ叫んでた人が、外人さん多かったんですけど、新女神転生の新作ですね。これはなんだろうな、JRPG の中でも結構独特な雰囲気を持つ RPG ですね。結構シリアスな雰囲気の、RPG ゲームなんですけども、これも、悪魔を、仲間にしたり合成したりして戦っていくゲームですね。なかなかね、あの独特の世界観を持っていて、ファンはね多いと思います。で、バトルはですね、基本的にコマンドスタイルですね。こんなねかっこよくて強そうなケルベロスっていうね悪魔もね仲間にできちゃいますね。で、こういう風に成長させていって悪魔を、で合体させることもできるんで、こいつとこいつを合体させたらこんなんできましたってね、なんかイメージ的にスルメゲー RPG になりそうですね。新女神転生5 SMT5 11月11日発売で、こちらのゲームね、これはね、アメリカじゃなくて E3 ライブの方は、
発表してなかったんだけど、日本のね、任天堂ダイレクトでは、結構盛り上がってました。はい、スーパーロボット対戦の新作です。これ何年ぶり？めちゃくちゃこれ楽しみなんだけど。いやー、スーパーロボット対戦30だって、30周年だそうです。これはもうロボットゲーム好き、ロボットアニメ好きか、の人にはもうたまんないよね。結構ね、面白いんだよね。このゲームをやった後にアニメを見てもいいし、アニメ見てからこのゲームやってもいいしっていうね、ロボットアニメ好きにはたまらない新作です。2021年発売。次はですね、パワープロくんポケットっていう、僕これやったことないんだけど、普通のパワープロしかやったことないんだけど、それの新作が来るみたいですね。まあ、基本的にサクセスモードっていうなんか育成系のモードがあって、極悪高校ってね、あの不良校で、まあ野球部盛り上げていくみたいなストーリーとか、いろいろあるみたいですね。この冬発売。次はですね、クレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み。これ基本個人的にやりてえ、なんか癒されそうなんで、ちょっとやりてえなと思いました。でこれはゼロの、まあ、リマスターになるのかな。僕ゼロシリーズね、要はカメラ持って霊を倒していくっていうね、めっちゃ斬新な怖いゲームなんですけど、これ本当にやってほしい、このシリーズ。僕は、姿勢の声までやったけど、その後はやってないんで、これ出たらやろうかなと思います。濡れガラスの巫女、やべえよ、ゼロ濡れガラスの巫女。霊が見える少女小塚田優里は、神隠しにあった人たちを探して怨霊をうごめく氷上山へと向かう。唯一の武器は霊を撃退できるカメラ、遮影機。死の山、幽魂、神隠し。あなたは複数のキャラクターを操作し、氷上山の秘められた儀式の謎に迫っていく。でね、多分気づいてると思うんだけど、このゲームめっちゃ怖いんだけど、女の子はめちゃくちゃ可愛いです。はい、2021年楽しみです。あ、これも俺の個人的なおすすめ、大逆転裁判1&2。俺これね、最新作やってないんだけど、逆転裁判は全部、まあ、ほぼほぼやってるんでね、結構好きなゲームですね。弾丸論破も面白いです。これもまあ推理系になるのかな。もうちょっとなんか独特なんだけど、その高校生が一箇所に集められて、最後の一人までかな、確か、殺さなければならないみたいな、結構えぐいストーリーですね。絵に似合わず結構えぐいストーリーで面白いです。まあ、推理系のゲームですね。ストーリーが面白いね。ぜひ、やったことない人はやってほしいです。でも結構えぐいです。はい、2021年発売とのこと。はい、次、スーパーモンキーボール。これ知ってる人いるかな、見てる人知ってる人いるかな。これすごいやったんすよね。やーべー、懐かしいわ。いや、ほんとモンキーボールね、可愛いんすよ。いや、これは楽しそう。で、次、パーティーゲームといえば、マリオパーティーですね。マリオパーティーの新作になるのかな？なんか昔のものを全部、集めて、スーパースターズっていう感じで出るみたいです。世界中のプレイヤーともネットワーク対戦できて、友達ともネットワーク対戦できるんだって。すごいね。これは楽しそうだな。今の時代に合ってますね。マリオパーティースーパースターズ、10月29日発売。はい、次はですね、これは、去年の1月に発売されたゲームが Nintendo Switch に来て、しかも拡張コンテンツがついてくるみたいな感じだったかな。まあ、ドラゴンボール Z 好きならやってもいいと思う。ストーリーをね、忠実に再現して、まあゲームを普段やらない人でも興味持つような内容ですね。魔人ブー、懐かしい。ドラゴンボール Z カカロット。プラス、新たなる覚醒セット、9月22日発売。なるほど。そしてこれはゼルダ無双の拡張コンテンツの話ですね。俺ね、ゼルダ無双まだやってないからやりたいんだよね。なんかね、ブレスオブザワイルドの続編が出るって決まったからさ、もっとやりたくなっちゃうの。俺はね、結構レビューとか見たんですけど、好評みたいですね。爽快感がすごい。なんか無双シリーズの中でも一番面白かったって言ってる人もいました。
でこれは一応ブレスオブザワイルドの前の、そのなんだろう、厄災が起きる前の話なんで、もしくは起きた直後の話なのかな。すごいね、ストーリーも別に被ってないしね、もっとゼルダが好きになるかもしれないですね、これはやろうか迷ってます。はい、まあ、やりたいゲームが多すぎるマジで。拡張コンテンツ第1弾は6月18日、あ、もうすぐだね。で、もう一個11月に出るのか。で、このスカイウォードソード HD っていうのも、僕最初ね、ちょっとグラフィックが微妙だなとか思ってたんだよね。なんか任天堂スイッチの限界かなっていう気がしてたんだけど、このナレーションを聞いてちょっとね、やりてえって思いました。それがこちらです。マスターソードはいかにして誕生したのか、なぜゼルダという女性が伝説と語り継がれるようになったのか、本作によってこれらの始まりが紐解かれます。もうこのストーリーのためだけにやりてえ俺。これも7月ですね、まあ、こう見ると結構たくさんのゲーム発売されるような。で最後はこちらですねまあスマッシュブラザーズなんですけども、カズヤが参戦と、まあ、鉄拳のカズヤですね。これめちゃくちゃ面白いんだけど、まあね、もちろんアクションがなんか鉄拳のアクションを入れるのは難しいとかね言われてたみたいなんですけども、カズヤ参戦とのことで、鉄拳好きでスマブラやってる人ね、ガチでやってる人すごい嬉しいんじゃないかな。でこのムービーが面白かったんだけど、カズヤさ、確かなんかオープニングのムービーかエンディングのムービーでこう捨てるよね、確か覚えてないね、はっきり。でもそれはなんかスマブラの中のキャラにやるんだよね。でどんどんポイッポイッポイッって捨てるんだけど、カービィも捨てようとするんだけど、これがめっちゃウケる。ポイッつってヒューッとしてって、ん？落ちたか。はい、カービィ逃走クスって笑っちゃった、ほんと。まあ、ということで E3 ね、これで全部なんですけども、まあ僕としてはやっぱり XBOX やばかったな。 XBOX のゲームパス、に入ったゲームもやばかったし、まあとにかくヘイローだね、新作とか、フォルツァホライゾン5、あれもやばかった。もうここら辺のゲームマジでね、本当にモンスター級なんで、本当にやべえなって思いましたね。まあでもね、任天堂ダイレクトのブレスオブザワイルドのね、続編の発表があって一安心しましたね。なんかもうこれでね、任天堂もなんか不発感があったらもう俺泣いちゃうよマジで。はい、ということで、まあでも XBOX のね、視野広がってくるかもしれませんね。ぜひ皆さんもね、 E3 2021年の、感想あったらコメント欄で教えてください。一応ね、初日から最終日まで、自分が気になって面白いなと思った情報全部まとめてますので、まだ見てない方がいたらぜひ見てみてください。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。